土方邸に集まった辞職教授一同平賀宿学は昭和14年に東京帝国大学総長であった平賀譲るが経済学部の河合栄次郎、土方成美の両教授を休職にした事件。当時の東京帝国大学経済学部では自由主義派の河合栄次郎と国家主義派の土方成美の派閥抗争が激しく、また河合については著書の発禁処分により、 文部省から処分を迫られていたところであった。平川、喧嘩両成敗の立場から、経済学部教授会に諮ることなく、独断で両教授の給食を文部大臣に受信した。河合については、学説表現の結核、土方については、後期の貧乱がその理由であった。学部の自治と思想の自由に介入したこの処分に、抗議し、両派の教授らも、辞表を提出。 13名が経済学部に辞表を提出するという事態に発展した。助教授以下の辞職撤回と教官の補充などにより、事態は昭和15年に一応の収集を見た。土方派には可愛派から寝返った教授が数名いる。下記の教授陣のうち、教授4名と木村健康助手以外は後に辞表を撤回している。また法学部で、老山正道教授が2月2日に、 辞職の意思を表し、3月20日に辞表を提出した。ありがとうございます。